海兵団の進軍、決戦の後にか。というわけでね、私明日からミネアポリスで決戦なんですが、そんなタイミングで昨夜ね、この謎の新商品、機械兵団の進軍、決戦の後にの全部のカードが公開されたんで、まあ今日はね、ちょっと急遽ね、この動画を撮っております。まあミネアポリス行く前に、まあ一応全部のカードだけ語って、まあその思い残すことがないようにね、飛び立ちたいので、まあだから毎度恒例のね、新カード語りを今からやっていこうと思います。っていうかさ、前回機械兵団の進軍発売したのってさ、正式発売日はさ、4月21じゃん。で、そっからカウントしたら今日5月3日だから、本当に2週間くらいしか経ってないんだよね。いやだからさ、そんなスパンで発売されたらさ、なんかうちにもあの子供がいるんですとかさ、奥さんがいるんですとかさ、その養ってる家族がいるんですみたいな人もいると思うから、だからそんなんでね、発売されたら困るだろうと思うんですが、まあ一応ね、ウィザーズ社側のね、供述としては、まあ今回のセットは、その決戦の後の、なんかその世界観のちょっとした説明みたいなセットなんで、まあだからカードもね、全部で50種類しかないのよね。50種類だったらまあ前のセットにもうあの抱き合わせてくれよと思うけど、まあ一応50種類しかないから、まあそんなバカスカ買わなくても、まあその欲しいカードが手に入ったりだとか、あとまあそんな買わなくても、まあある程度集まるよっていうもと、まあ発売されるセットなんで、まあどうだろうな。そう、前の機械兵団の進軍にくっついてて、そのお目当てのカード引けないよりかは、まあどっちかっていうと、そのバラしてくれて、まああの引きやすくなってる方が、なんかありがたいっちゃありがたいのかな。そのくっつけられた方がね、多分、俺らは本質的には困ってると思うから、まあ、バラして出してくれたことによって、なんかそのコアなファンはさ、またあの、これ分もあの、瀬戸分もいっぱい買わなきゃいけないじゃんみたいになるけど、まあ、冷静に考えると、まあ、分けられて損することは、まあ、ほぼないかな。うん、だから前回のセットがさ、そのあの、合計400何十枚ですみたいなの出るよりかは、まあ、こっちの方がいいと思うんで、まあ、個人的にはね、なんか一瞬、って思ったけど、まあ、あの、まあ、あとその、なんか、今回の機械兵団の進軍でさ、結構その、まあ、マジックのさ、その30周年の節目のクライマックス的なセットだから、まあ、こういう感じで、まあ、エピローグブースターみたいなのね、出してくれるのは、結構いいかなって思っております。で、今回発売されるパックなんですけど、まあ、一応ドラフトブースター、セットブースターっていう概念はなくて、あるのはエピローグブースターと毎度恒例コレクターブースターと。で、このエピローグブースターっていうのが、まあ、一応名前こそ変わってるけど、まあ、やってることは瀬戸部と同じなんじゃないかな。まあ、1パック6枚入りっていうので、そのマジックのパックから考えたら、まあ、かなりね、その封入枚数少ないんだけど、まあ、内容はね、結構豪華だね。まあ、その理由としては今回古文のカードがないから、だからね、そのあんこ以上のカードしかないので、まあ、必然的にちょっと内容が豪華には仕上がってるかもしれない。まずトップバッターとして、そのブースターファン、ショーケースとかのフォイルカードが1枚と、まあ、あの、フォイルカードが1枚と、非フォイルカードが、レア1枚、あんこ2枚、トークン1枚っていうので、まあ、かなり、なんだろう、あの、凝縮されて入ってるから、なんか最近のマジック勢的には嬉しいんじゃないかな。その使わない古文とかがさ、山ほどさ、溜まってく現象とかをね、まあ、解決してくれる要因にはなるので、なんか1パック6枚入りで、まあ、こういうあの、凝縮された入れられ方は、ちょっと素敵かもしれないですね。で、コレクターブースターの方も枚数が少なくて、ハローホイールの、そのショーケース、ブースターファンのカードが1枚と、エッチングフォイルのレアが1枚と、フォイル仕様、または非フォイル仕様の拡張アートカードが1枚。あ、なるほどね。あ、拡張アートのフォイルが今回確定じゃないんだ。おー、でかいね、これ。で、フォイル仕様のカードが1枚、エッチングフォイルのあんこ1枚、フォイル仕様のショーケースあんこ1枚、フォイル仕様の両面トークン1枚と。まあ、なんかもう何を言ってるか全然パッとはイメージつかないけど、まあ、毎度恒例のなんかいろんなのが、目白押しっていう感じなんじゃないかな。てか結構、レアの枚数多いんじゃないか、これ風にしてみても。今回さ、コマンダー用のカードがないじゃん。久しぶりにコマンダーのレアがないから、そう考えると、なんか無駄なスロット、まあ、コマンダーのレア無駄と言っちゃいけないけど、多分コマンダーやってる人からしてもさ、そんないっぱいいらんだろうってので、まあ、ある程度共感はしてくれると思うから、そのコマンダーレアがないっていうのは結構でかいんじゃないかな。ないよな。ないよな、普通に考えたら。多分全部その、まあ、スタン以下で使えるカードに限定されてるんで、なんかそういった意味で今回のコレブはね、ちょっと内容いい気はするかな。まあ、っていうので、その巷ではさ、まあ、こんな新商品バンバン出してさ、俺たちを何だと思ってるんだみたいなツイートよく見るけど、結構個人的にはね、なんか優しさの塊、まあ、優しさの塊だったらなんかもっとタダで配るとかあると思うんだけど、なんかいらないもんじゃないっていうのがね、俺の中で結構でかいかな。そのコレクターブースターに入ってるさ、コマンダーレアのさ、束、やっぱいっぱい買う人からしたらさ、あんないっぱいいらないからさ、てか欲しかったらコマンダーデッキ買うしみたいなので、なんかあれとかがね、なんかなと思ってたから、そういうのがないだけでも、俺ね、ちなみに結構購買力ね、今高まってますね。なんか何当たっても、そのスタンで使えるや、パイオニアで使えるやとか、その対戦フォーマットってさ、一応まあ4枚まで入れられるから、まあいっぱい持っといて損することがあんまないので、
っていう意味でね、結構決戦の後には個人的にはね、いいなと思っております。で、皆さんがどう思ってるかというと、せーの、全然息が合わなかったな。なんか多分結構今散ってると思うから、だからそんなね、皆さんのためにこの決戦の後にがね、どれぐらい素晴らしい商品かっていうのを、まあ今からね、そのカードをまあ紹介しつつ伝えていこうと思います。で、この機械兵団の進軍決戦の後にって結構ね、大事件じゃ大事件なんだよね。そう、なんかまあすごい戦いがあって、まあその結果、まあプレインゾーカーのその火がみんな消えたのかな。そのプレインゾーカーたちがプレインゾーカーじゃなくなったっていう、まあこのなんか20年ぐらいのでっかい物語がね、完結したんで、だからさ、まあ今まであの主人公たちがいろんな次元に行って、まあいろんな旅をしてたみたいな物語じゃなくなっていくと思うんだよね。だからなんかこの商品が出る前に、この機械兵団の進軍の後のなんかストーリーはなんか大きく変わってしまうみたいなこと言ってたけど、まあまさにそんな感じになるっぽいんだよね。だからプレインゾーカーっていうさ、カードタイプがさ、まあおそらくもうかなり出てこなくなるんじゃないかな。てか、なんならもう出てこないまであるかもしれないので、まあ現にこのエピローグブースターっていうか決戦の後には1枚もないんで、だからもしかしたらね、本当にプレインゾーカーっていう概念が消えて、なんかよくマジック王子たちがさ、なんかプレインゾーカーがいない時代は良かったんじゃんみたいに言ってるけど、まあその通りの世界になるかもしれないですね。まあプレインゾーカー好きな人からしたらさ、まあちょっとそのスタンダードとか遊びにくくはなるかもしれないけど、まあ結構プレインゾーカーない時代のマジックもね、全然面白かったから、まあなくなるならなくなるで、俺個人はね、一向に構わんって感じだけど、まあちょっと過激派かもしれないね。俺も結局なんだかんだでマジック王子だから。まあだから今回はまあクリーチャーばっかりと、っていうかもうほぼクリーチャーじゃないかな。というわけでね、この度まあプレインゾーカーのサーガを終えて、まあクリーチャーカードになったプレインゾーカーたちを1枚ずつ紹介していこうと思います。まずは1枚目で、なんでまずは1枚目にこいつを紹介しなければいけないのかわかんないけど、ケイリクスでございます。ケイリクスはね、テイロス観婚期に突如として登場して、でその後特に活躍もないまんま、まあ本当にその星になったというか忘れ去られたプレインゾーカーで、まあただね、今回このケイリクスさん、まあクリーチャー化したことによって結構強くなったんじゃないかな。その3マナ22でそのテイロスならではのご当地メカニズムの星座を持ってて、まあこいつかエンチャントが戦場出るたびにプライチカウンターを乗っけられると。で、さらに、こいつか、コントロールしていてオーラがついてるクリーチャーが戦闘ダメージ与えるたびに、あなたはあなたがコントロールしていて伝説でないエンチャント一つのコピーであるトークンを生成してもよいと。で、これは一旦に一回しか行えないと。まあダメージ通るだけでかなりのバックアドなんじゃないかな。伝説以外のエンチャントが増えるっていうので、まあ分かりやすいので言うとさ、コツカとかさ、まあ忘却の輪みたいなのを増やして、まあ除去もできるし、で、まあこれエンチャントだったらクリーチャーでもいいから、まあ普通に生きてるエンチャントとか増やすだけでもね、大陥落の幻霊とかも増えまくったらさ、もう終わりだから、まあ自分も結構終わるけど、まあそういうところでもだいぶ強そうなんで、そうだね、そのケイリクスは別にオーラがついてなくてもいいもんな。うん。だからだいぶこれは強そうだな。しかもまあミドシロってさ、まあ古来より結構そのオーラデッキのサポート受けやすいカラーだから、なんかパイオニアモダンとかでもしかしたら活躍するかもしれないケイリクスさんでした。もう以前のケイリクスよりもはるかに強いね。で、次のカード。で、次のカードもまあ同じくテイロス出身なのかな。出身はゼンディガーかな。まあ初出がテイロスっていうか神々の軍勢だったっていうだけで、まあキオーラさんですね。深海の君主キオーラで5マナ4号で警戒5砲3と、5砲3はかなり払えないな。うん、最近なんか謎のバカデカトカゲがさ、まあ、誤報に持っててさ、あれがなんだかんだでいい仕事してるっぽいけど、まあ、だから誤報さんは結構な除去体制っちゃ除去体制。で、あなたがあなたの手札から、海蛇やクラーキンやタコやリヴァイアさんである呪文、こいつ本当にこの深海生物大好きだな。で、唱えるたんびにあなたのライブラリの上にあるカード X1 を見ると、で、X はその呪文のマナ総量に等しいと。で、あなたはその中からマナ総量 X より小さい呪文1個をマナ払わないで唱えてもよいと。あ、すごいね。その、唱える呪文に関しては、タコ、クラーケン、リヴァイアさんとか何の関係もなくてもいいから、まあ、しかもその、X 枚見るの X マナって、リヴァイアさんとかタコとか基本的にでかいから、だからまあ、まあでもコマンダー向きかな、なんか普通のセットでさ、そもそもあんまいないんだよね。その、海蛇タコ、クラーケン、リヴァイアさんって結構レア生物だから、だからいくらキオーラちゃんがさ、それ好きでも、まあ、滅多にいないので、まあ、だからちょっと誘発起こしづらいけど、まあ、誘発起きた時は、リターンでかいから、まあそこが強みなんかな。深海の君主キオーラでした。で、次。で、次は悟った喪失者ナーセット。もうナーセットね、もう出るたびに顔面変わりすぎて、一体こいつ何歳なんだろうな、本当に。エスターみたいなやつなんだけど。今回のナーセットはね、なんだろうな、なんかまあ若いっちゃ若い感じもするけど、どうだろうな。まあその、まあ年齢のことは一旦置いておいて、ジェスカイからの4マナ34で、俺のコントロールしてるクリーチャー全部カタン持ちと。で、これ結構ね、斬新なんだよ。普通さ、なんか、こういう能力で自身までこの常在能力受けるやつってあんまいないから、
だから大体自分が果敢持っててこれでない他のクリーチャーはって書かれ方するのが普通なのに、なんかその自身の常在能力によって能力を得るっていうね、なんかこれねテキストなんか昔っぽいですね、うん、だからあの配信でも言ったけど、あのアーボーグみたいなね書き方してあるから、ここちょっとねかっこいいですね。でまあだからこいつも実質4マナ34かかんと、でそれに加えてアタックするたびに墓地にありマナ総量がこいつのパワーよりも小さいクリーチャーでも土地でもないカード1枚対象を取って、で追放してコピーすると、でそのコピーをマナコスト支払うことなく唱えてもよいと。だからアタックするたびにこいつのパワー3あるから、その3より小さいだよね。だからまあ1マナ2マナ0マナのカードはまあ唱えられると。いやだからなかなか強いんじゃないか普通に。その色拘束厳しいけど、もう動き出したら半端じゃないし、まあ戦場出て他のクリーチャー果敢持つっていうのも、しかも果敢ってさ重複するんだよな。そうだ、果敢重複するから、果敢デッキに出てきて他の果敢クリーチャー、まあ総員の即走とかがさ1回の果敢でプラ2とか入ったらもう終わりだから、だからこれはねなんかなかなかすごいよ、結構快挙だと思うよ。だからパイオニアでその果敢デッキみたいなのをわざわざこの3色にして組む価値もありそうだから、結構これは個人的に期待してる。まあ難しい点で言うと、その3色っていうね、その色拘束だけがとにかく厳しいなって思うカードでした。で、次のプレインズウォーカーたち。で、次のプレインズウォーカーは、復活した精霊信者ニッサですね。あの状態から戻れんの？あの状態から戻れることある？もうどう考えても元に戻れない感じだったけど、なんかちゃんと髪の毛も生えて、なんかもう元に戻ったな。どういう過程を経て戻ったんだろうって思うけど。まあ、あの不思議な光に包まれて、元に戻るみたいなさ、この過程どうなってんのみたいな、そういうトランジションを経てなんか戻った感じがするかな。だってあの状態からこうはなれないだろう。まあというわけで、まあ元に戻ってよかったね、ニッサちゃん。まあ3マナ33で、まあ、ゼンディガーご当地メカニズム上陸持ってて、土地1個が戦場出るたびに好きな色1色加えられるっていうので、まああの水蓮コブラと、でそれに加えて2回目の誘発だった時はエルフやエレメンタルであるカードが公開されるまでライブラリーめくってって、その1枚がハンドに来るっていうので、まあ3マナ33のあのロータスコブラって考えたら、そのアドまで稼げるっていう結構な化け物じゃないかな。なんかある程度その就職先が、なんだろう、どことは言わないけど、まあどこにでも一旦は入れそうなフォルムなんで、強いカードかもしれない。まあその上陸で、まあロータスコブラが普通にまあまあ強いからね。まあただロータスコブラどこで使われてんのって言ったら知らんとしか言いようがないけど、まあスタンダードとかだったら大活躍するんじゃないかな。で、回収できる部族がエルフとエレメンタルってので、結構ここはね、ニッチなのがね、ちょっと気になるところでしたね。で、次。で、次がナヒリさんですね。で、ナヒリもさ、あの状態からこの元戻れんのっていうので、なんかまあ、ナヒリの方が まだフォルム的には元戻れそうだったからさ、まあ、そうなんかなと思うけど、まあ一応ナヒリも元に戻りましたと。で、このナヒリね、超重いんだよな。劇場で錬磨されたものナヒリ、6マナ54で神話装備品と。もうすごいね、このナヒリのあの、装備、あの、復興させよう委員会のね、この圧がすごいね。だからまあ、最安で2マナ54として戦場出られると。で、アンザーがコントロールしていて装備品がついてるクリーチャーがアタックするたびにライブラリーの上にあるカードを1枚追放して、そのターンそれがプレイできると。で、それがもし装備品だったらタダでキャストできると。すごいな。あの装備品なんかあのサブスクプランみたいなのからさらに進化して、もう全品タダになったからね。キャストまでタダで、あの中にはその装備までタダ。なんならあの持ってるやつらあのセットでついてきますみたいなので。この装備品のね、あの最近の強化具合半端じゃないよな。ちょっとここまでやったらさ、なんかあの、なんかおかしなことになりそうだけど、大丈夫かな、うん、とりあえずガンガン装備品出してったら、こいつ2マナで出てくるわけじゃん。で、装備品がついてるクリーチャーがアタックするだけで誘発するんでしょ。しかもさ、これ問題なのは1体以上って書いてないのよ。どこまで強化すんねんっていう。だいたいこの手のやつさ、ちょっと慎重に作り気味じゃん、みんな。なのに、あの1体で誘発するんですか？ 1 体で。いやー、なんかあのミラディンのためにみたいなカードさ、全般的に見直されんじゃないの？むちゃくちゃ強いと思うよ。うん。その5マナ44飛行速攻のさ、ミラディンのためにとかさ、だってあれもタダでめくれてあのキャストできるんでしょ？すごいよな、これ。うん。なんか今までのちょっと装備品とかの歴史をね、変えかねないやばいナヒリですね。で、ナヒリってね、結構ね、なんかあのムチッとしてるから、なんかこの重いマナとこのイラストがね、あのよくわかってるなって思うな。なんかナヒリ、あのいっちゃん最初に出てきた時さ、ひょろがりみたいなだったけど、なんかだんだんあの作者の趣味みたいなので肉付きが良くなってて、なんか足とかも無限に太くさせたら良くないみたいなのでね、俺これすごい好きだね。なんかちゃんとあのフェチが詰まっててめっちゃいい。なんか最初マジであの石風の神秘化が立ちましたぐらいだったから、
これぐらいやってくれた方がいいかな。で、次がカーンですね。最短されたレガシーカーン。5マナ星星で、こいつのパワータフネスは、コントロールしてるアーティファクトのマナの総量の最大に等しいと。で、まあ、自身があの5マナのアーティファクトなんで、まあ、最低でも5-5は保証されると。で、アップキープ開始にコントロールしてるアーティファクト1個につき無色マナが加えられると。で、このマナはアーティファクトでない呪文を唱えるためには使用できない。うん。アーティファクトでない呪文を唱えるためにはできないだから、まあ、そうか、パワーストーンみたいに、起動マナとかにも当てられないと。で、ステップやフェーズの終了に際して、このマナは失わないと。まあ、だからターン終了時には消えるけど、そのアップキープに出たあの無色マナを、はい、アップキープに使ってみたいな、なんかそういうせかされ方はしないと。てか、アップキープにマナ出て使えってね、もう超鬼畜だからな。しかもアーティファクト限定だったらもう、とんだポンコツ感だから、まあ、それはわかるんだけど、いや、どうだろうな、強さで言うと。一応、これとか5マナっていうさ、結構魔の海域なんだよ。5マナまで行くと、すごい強い奴らがさ、もう、ワンサといるから、だからね、もうちょっと軽かったら全然違うと思うんだよね。まあ、それこそ3マナとかだったらさ、めちゃめちゃ強かっただろうけど、5マナの海域に行ってしまったらね、ちょっとこれじゃ足りないかなっていう気はするカーンだったな。まあ、だから、ナヒリ、ニッサは結構良さそうで、で、特にナヒリは相当ぶっ飛んでると個人的には思ってます。まあ、イラストもね、もうこの太ももがぶっ飛んでていいですね。もう最高ですね、こいつ。で、次。で、次が、あれですね。オブニクシリスですね。で、このオブニクシリスは結構簡単、なんか無限コンボみたいに見つかったっぽいね。その、4マナ4-3で飛行トランプルで、対戦相手がちょうど1点のライフを失うたんびに、プライチカウンターが乗っていくっていう能力なんだけど、最近のセットのさ、完全なる統一ってエンチャントが、カウンター乗るたんびにその乗った数だけダメージ与えられるから、これで無限いくんだよな。だから最初の1点さえ失わせることができたら、まあ、それでこれの上にカウンターが乗る、その、完全なる統一誘発するまた1点飛ぶってので、まあ、永久にそれできるから、まあ、オブニクシリスなんかは、ま、目に見えて、もう活躍が見込めるんじゃないかな。その、ニクシリス単体でも強いし、まあ、完全なる統一も結構いろんなところにシナジーあるから、なんか今完全なる統一とか結構バカにし腐られてるけど、ちょっと注目した方がいいかもしれない。で、次がサムトで、で、このサムトはね、結構サムト史上一番強いかもしれないな。まあ、アモンケットで登場した、まあ、伝説のクリーチャーであり、プレインズウォーカーのやつなんだけど、まあ、3マナ2-3、先制警戒速攻で、あなたがコントロールしてるクリーチャー1体がダメージ与えるたんびに、カードが引けると。その代わり、それが、このターンに出たクリーチャーじゃないといけないから、基本的にその速攻クリーチャー以外は、この恩恵受けられないんだけど、まあ、サムトが突然出てきて、先制警戒速攻で殴ってきたらさ、まあ、序盤だったらまず通るじゃん、このパンチ。だからまあ先手とかだったらまあ意気揚々と出てきて、で、しかも警戒持ってるから、そのブロッカーにもなりつつ、いきなりアドバンテージ稼いで打点も叩き込むっていう、まあなかなかの動きが期待できるんで、まあグルールカラー、まあもしくはそのジャンドカラー、ティムールカラーとかで、なんかアグロデッキが組めるかもしれない、まあサムトさんでした。まあシンプルに強いね。で、その後の後続も全部速攻クリーチャーさ、カササギ化するから、なかなかこいつも期待で、次サルカンで、サルカンは、なんだろう、これ、故郷タルキールに戻って、まあ、クリーチャー化したのかな。だから、まあ、ドラゴンがいっぱい超楽しいみたいな。これ、本当にね、顔笑ってんだよね。めちゃめちゃ嬉しそうな顔してるから、結構このサルカンのなんかドラゴン好きみたいなのが、表情に出てて、すごいいいね。今までさ、サルカンさ、ドラゴン大好きっていう設定だけで、なんか国産アンソロジー漫画みたいな扱われ方してたけど、ちゃんとね、なんか好きなんだなっていうのが顔に出てて、めちゃめちゃいいな。うん。で、あなたがドラゴン呪文唱えるためのコストが1軽くなるのと、ドラゴンが戦場出るたんびにターン終了時まで、こいつが、名前は変わらないけど、そのドラゴンと同じ、コピーになれるっていうので、まあ、伝説のドラゴンとか出てきても、まあ、コピーできるっていう、まあ、なかなか面白い能力ではあるかな。で、まあ、自身のサイズも2-4だから、まあ、稲妻で死なないっていう、まあ、ある程度そのモダンの除去耐性を持ってるんで、面白いかな。まあ、ダクロの失勢に化けたらどうなんだ。ダクロの失勢に化けても、あれか、カウンター乗らないから、微妙か。まあ、燃えるサルカンさん。まあ、強いか弱いかで言うと、あれ、今、スタンダードでさ、タルキールへの進行あるけど、タルキールへの進行って、そのドラゴン増えれば増えるだけ強いから、あれだってその本体にもさ、そのダメージ飛ぶから、2マナ5点火力とか6点火力とか、まあ、6点はちょっと行き過ぎだけど、5点とか放てるので、なんかドラゴンデッキとか作ると、このサルカンはもう、難なくすんなり入るクリーチャーになるんじゃないかな。そのドラゴン軽くなるっていうのも、なかなか、まあ、いいところだし。まあ、というわけで、サルカンもちょっとスタンダード的には注目したいカードだと思いました。で、次。で、次がタイバーで。で、このタイバーも一応神話レアで4マナ5-4で、俺がコントロールしているアタック状態のエルフが接種を持つと。で、エルフってさ、ちっこいクリーチャーばっかだから、その接種ね、かなり相性いいんだよね。そのちっこいクリーチャーでもブロックしたら絶対お前連れてくぞっていう状態だったら、
やっぱこう潰えどもさ、なんかアタック通さざるを得ないから、まあ、相手からしたら相当鬱陶しいので、この能力も強いし、であなたがコントロールしている全てのクリーチャーはこのクリーチャーがマナ能力が解決されるたびに、生み出したマナの数に等しいプライチカウンターが乗っかるっていうのであれだな、なんかあのティタニアの僧侶とかが突然プライチカウンターがなんか5個とか6個とか乗るみたいな、まあそういうムーブもかませそうなんで、なかなか面白い。ただね、これマナ能力が解決した時に能力が誘発すると、なんかいろいろね、コストの支払いでね、バグ起きるんだよな。バグ起きるっていうか、困ることがいろいろ起きるはずなんだよ。そう、本来マナの支払いってスタックに乗らないから、だからカードをキャストするに際して、その起動能力とかをやると、その一切なんだろう、なんかいろんな状況起因を挟まないで行えるんだよね。だからわかりやすいのが、その神話アーティファクト持ってるクリーチャーが、その宝物3つある状態で宝物サクってもの出したら、その信用アカウント3減るはずだけど、そのある前提で払ってくれるから、だからただね、この能力が誘発で挟まると、マナ能力解決しました、で、プライチカウンター乗っかりましたみたいなので、なんかね、困ること起きると思うんだよね。ああ、そうだね。だからクリーチャーとかキャストしようと思っても、これ誘発挟むから、なんかそのタイミングでホニャララみたいなハンデス打ちますみたいなことも起き得るかもしれないので、なんかちょっとね、なんか斬新すぎて、もしかしたら困ることあるかもしれないっていう、まあ、タイバーさんでした。で、次。というわけで、こっから先はね、まあ、各次元のその決戦の後を描いたカードをいろいろ紹介していこうと思います。まずはドミナリア次元から紹介で、ドミナリア次元最初のカードはトレイリアの侮辱。5マナエンチャントでこれが戦場出た時に対戦相手がコントロールしている各クリーチャーの上に拒絶カウンターを1個乗っけると。で、俺の終了ステップ開始に各対戦相手につき、そのプレイヤーがコントロールしている拒絶カウンター持ちのクリーチャーをライブラリーの上か下に、まあ、そのオーナーが戻すっていうので、まあ、これはね、一見なんか微妙そうだけど、結構カードの効果で考えたらレア級の効果なんじゃないかな。まあ、5マナで今戦場にいる、しかも対戦相手のクリーチャー限定で全部処理するから、だからまあ時間こそかかるけど、俺のクリーチャーは何にも失わないで、対戦相手のクリーチャーだけ、まあライブラリーとはいえさ、そう引き直す手間もかかるし、ちゃんとまあハンドじゃないところに戻ってるって考えたらめちゃめちゃ強いんじゃないかな。うん、しかもまあなんだろう。まあ多人数戦、まあコマンダーとかで使っても、その青タンのさ、まあコマンダーとか基本的にまあ有効な除去そんなないから、まあサルカとかあるけど、まあ基本的にはその除去を詰めるカラーじゃないから、まあこれで対戦相手の戦場だけ影響を与えるっていうのは、なかなか強いんじゃないか。普通にコマンダーで青タンのなんかウルザとかで入れても強いかもしれないですね。結構面白い挙動が期待できそうなアンコモンのカード、トレイリアの侮辱でした。で、次のカードで、次のカードがベズーバの漂うもの。これね、結構昨日見てて強いなって思ったカードで、まあ、3マナ24飛行でライブラリーの上のカードをいつでも見れると。で、それに加えてこいつが、戦闘開始時か、戦闘開始にライブラリーの上のカードを公開してもよくて、で、公開した場合、まあ、それがクリーチャーだったらそれのコピーになるっていうのでね、これはね、結構簡単な、なんかそのスニークっていうか、そのショーテルみたいなデッキが組めるんじゃないかな。まあ、ライブラリーの上にエムラ置いといたら、まあ、これがエムラになって、まあ、15点&滅殺6っていうので、まあ、ほぼほぼ勝利だから。で、まあ、しかも3マナ24でさ、サイズ的にもさ、まあ、稲妻で落ちないし、まあ、ブロッカーにもなるしっていうので、まあ、コンボ結構はかどりやすい、スタッツなんで、なかなかこれはね、なんかネタにとどまらないで強いデッキが組めそうだなと思いました。まあ、ライブラリートップにその、なんか特定のクリーチャー置くだけで、こいつがそれになれるから、いや、これはね、しかもま、公開までしちゃったら、もう、なっちゃうからさ、その公開した時に、なんか、プロテクション持ちだみたいなので、除去しようとかできないんで、なんか、隅溜まりのリバイアさんとか置いて、ちょっとそういう動きを散らすみたいなことも、できそうだから、なんか、ベズーバーの漂うものね、なんか、サクッと出てきた割には、だいぶ下環境のさ、そのデッキビルダーたちがさ、おーってなんか、前のめりになるカードだったから、これはいいんじゃないかな。で、次のカード。で、次のカードもね、これまたデッキビルダーがわーってなるカードで、アーボーグの掃除や3マナ22で、戦場出るかアタックするたびに、墓地のカード1枚対象として追放すると。で、プライチカウンターが1個乗っかるっていうので、まあ何追放してもプライチカウンターは必ず乗っかるから、まあ3マナ33相当は最低保証されてるし、まあ墓地帯も持ってるから、まあこの上の分だけでもね、だいぶ強いんだよな。で、それに加えて問題はこの下の誘発で、こいつが、追放してるカードが飛行を持ってる限りは飛行を持つし、で、先制二段攻撃、接し速攻トランプル、呪言とかに関しても、まあ、同じように、まあ、処理するっていうので、まあ、墓地のカードを送って、それの能力を得られるっていう、まあ、わかりやすいので言うと、まあ、魂ハゲだな。運命再編にあった、その探査持ちで、まあ、墓地のクリーチャーの能力を得られる魂ハギっていうのがいたんだけど、まあ、あれがね、よくその面白コンボとかで使われてんだけど、あれが数段使いやすくなったんじゃないかな。魂ハギっていくら探査でコスト軽くしても2マナだし、
で、しかもなんか相手の墓地とかいけないから、魂破棄じゃ。だからね、このアーボーグの掃除屋で相手の墓地追放しながら、まあ、わかりやすいので言うと、まあ、アトラクサとかだよな。アトラクサとか、まあ、リアにしてくるデッキ多いから、まあ、そのアトラクサ食って、まあ、飛行先制、飛行警戒、接し、トランプルだっけ、あいつなんだっけ、になったりができるから、なんかアーボーグの掃除屋は、普通にスタンダードの墓地帯としても強いし、まあ、専用デッキでさ、まあ、わかりやすいので言うと、まあ、能力増し増しのさ、ゼタルバとかさ、追放して激強クリーチャー作ってもいいので、これもね、かなりなんかありそうだよな。まあ一応そのスタンダードで普通に墓地帯として使うんだったら、まあ今のところ墓地の侵入者の方がはるかに殺意高いので、だから使うとなったら基本的にはその自分の墓地を送って最強生物作るお気にはなると思うけど、まあプライチカウンター乗っかってくから、それ考えたらね、ちょっとその墓地の侵入者にも、まあ、匹敵するぐらいのパワー持ってるかもしれないカード、アーボーグの掃除屋でした。で、次のカードで、次のカードは、新ベナリアの光、ダニサでございます。なんか、ダニサ、ついに、なんか2色になったな。3マナ22で、警戒トランプル、ハンコンで、まあ、先制攻撃がなくなったのかな。で、あんたのターンに1回だけ、墓地からおおらか装備品の呪文を唱えられるっていうので、まあ、装備品って基本墓地落ちないから、まあ、あんまりこれはいけないけど、まあ、オーラとかさ、まあ、ガンガン落ちていくもんだから、まあ、ガンガン落ちるデッキはどうなのかと思うけど、まあ、オーラはその、落ちやすい性質ではあるので、まあ、毎ターンこれでアドバンテージ稼ぎながら、まあ、アドゾーンしてもまた次のダニサが引っ張ってってくれるやっていう、まあ、そういう使い方ができるんじゃないでしょうか。まあ、そのセレズニアカラー自体が結構そのオーラと相性いいから、まあ、強いオーラって、まあ、白とか緑に集中しがちな気がするので、まあ、だからなんかダニサ、まあ、パッと見はどうなんだろうなと思うけど、まあ、オーラいっぱい貼っつけて遊ぼう系デッキが、まあ、パイオニアぐらいで、まあ、新しくね、誕生するかもしれないので、ちょっと期待のカードだと思いました。で、次の次元。で、次の次元にプレインズウォーク。で、次の次元はエルドレインでございます。で、エルドレインにはね、なんとね、訓練場がありました。なんとエルドレインにも訓練場があったのかっていうので、これ結構驚いた人いるんじゃないかな。まあ、その下フォーマットで、まあ、有名なコンボカードで、まあ、1マナのエンチャントで、クリーチャーの起動能力が2マナ軽くなると。で、その代わりこれによって1マナ以下にならないっていうので、まあ、無限に起動能力が使えるようにはならないけど、まあ、2マナ軽くなることによってできるコンボっていろいろあると思うんだよね。まあ、例えばそのマナダス系の起動能力って、例えばなんだろうな。3マナ払って、その2マナ出しますみたいな起動能力だったら、これ2軽くなったらさ、1マナで2マナ出るで増えていくから、まあ、無限コンボとかがしやすくなると。まあ、あんまちょっと訓練場使ってないから、パッとしたイメージでしか出てこないけど、まあ、主にそのコマンダーとかやってる人は結構使い道知ってるんじゃないかな。まあ、一応ね、このカードなんだかんだでそういうファン需要があって、買うと高かったんで、まあ、この度再録されるのがありがたいのと、まあ、パイオニア以下でも使えるっていうので、パイオニア以下というかそのパイオニアとスタンダードで使えるっていうのが、まあ、魅力になるんじゃないかな。ちょっとその現、そのスタンとかパイオニアでなんかほにゃららできるじゃんっていうのはすぐ出ないけど、まあ、誰かしら知ってると思うんで、よかったらコメントまでよろしくお願いします。で、次のカード。で、次のカードがアヤーラの制約者。これね、かなり強いね。2マナ22で威迫持ってて、プレイヤーに戦闘ダメージ与えるたびにプライチカウンターが乗っかっていくと。で、4個までしか乗らないんだけど、4個乗ったタイミングでライブラリーから好きなカードサーチできるから、まずその2マナ22威迫のスリス能力持ちのクリーチャーがさ、まあ、上限あるとはいえ、6まで成長するのもやばいし、で、6になった瞬間に、ライブラリーから、何でもカードハンドに持ってこれるでしょ。うん、なんかデモ中発動するっていうので、これはなんかめちゃめちゃ強いね。普通にその黒いアグロデッキが、まあ、脳死で入れて何にも問題ないから、うん、どんどんでかくなるし、回避能力持ってるし、で、ライブラリーからカード探して困ることなんか一つもないから、まあ、敵対工作員とかが飛んできたら困るけど、まあ、そんなカードはね、ないから、だから基本的にも強さの塊なんで、なんか公式からそろそろなんかみんなアグロ遊べよみたいな、なんかそういうメッセージ性を感じるカード、アヤーラの制約者でした。で、次のカード。で、次のカードはね、なんなら機械兵団の進軍の、その全カードが公開するよりも前にも公開されてたカード、権利総家の早々でございますね。そう、前回機械兵団の進軍のカードプレビュー初日にこんなん出るよっていうのがね、もう先にお披露目されてて、いやなんかもうそんな先にカード出すんかいっていうのでちょっと突っ込みかけてたけど、結構カードとしてはね、なんか面白いギミックで強そうなのよね。そう、オルゾフカラーの4マナの伝説のエンチャントで、戦場出た時に墓地にある伝説のクリーチャー最大2枚追放できると。で、その後2点、X 枚カードを引いて X ライフ失って、で、X は追放したカードのマナ総量の最大だから、これ枚数じゃないんだな。2枚追放させるけど、3勝中は最大っていうので、なんかちょっとそこチグハグですね。まあだからでかいやつ追放したら、まあ大量ドローと、まあ大量ライフルーズがあるっていうので、まあ、その引きすぎには注意なんだけど、まあ、それに加えて常在的な能力で、伝説の呪文が、まあ、これによって追放されてるカード1枚につき1マナ軽くなるから、まあ、最大2枚で2枚追放したらさ、伝説のクリーチャー全部2マナ軽くなるんで、
まあ、後続とかがやばいし、まあ、出た時にアドバンテージでガバッと稼ぐから、なんか権利総計の早々はね、結構なんか悪さができそうで、なんか強そうな気がしますね。うん、なんかアトラクサとかもだって5万円出るわけだよな。だからちょっとこれは面白そう。うん、なんかどう使うかっていうと、ちょっとそのアドバンテージがちょっと固まりすぎて、なんとも噛み砕けないけど、まあなんかあるんじゃないかな。まあコマンダーとかでもね、普通に自分のジェネラル軽くなったりとかでも強いと思うんで、まあそんな感じで、まあエルドレインでしたと。で、次の次元にプレインズウォーク。で、次の次元はイコリアですね。で、イコリアのカード、まず1枚目はこちら。ドーマトイの先兵、2マナ22で、あなたがコントロールしていて、これでね、すべての人間はプラ1、プラ0と、誤報1を持つと、めちゃくちゃ強いんだけど。え、これ人間なの？修正受けんの。うわ、やば。なんかその、なんとか人間デッキって、まあいろんなさ、環境にいるじゃん。まあモダンにもいるし、パイオニアにもいるし、まあ作ろうと思ったらスタンダードにもいるから、2マナ22で誤報1も与えてパワーサイズ修正上げんの。これすごくね？これレアじゃないの？てかこいつのサイズバグってないか？うん。え？ 2 マナ22で、まあ結構大事なさ、そのサリアの副官とか出さなきゃいけないタイミングだけど、まあ誤報1とまあパワー上げるっていうので、なかなかやばいんじゃないかな。そう、サリアの副官いるじゃんって言ったら、まあ、それまでだけど、まあ、副官とは違う、なんか、いぶし銀な強さがあるので、これはこれで強そうだけど、まあ、どうだろうな。まあ、モダンとかまではいけないのかな。やっぱ、副官がいかれてるから、ダメなんかな。いや、でもね、このドーマトイの先兵ね、結構考えれば考えるほど強いカードな気がしてきたわ。まあ、とりあえずスタンダードだったら、まあ、そのエーデリンのトークンがさ、エーデリンのトークンってあれ確か人間だよな。うん。だからエーデリンのトークンが毎回パワー2で殴ってくるだけでも怖いし、で、まあ、兵士デッキとかさ、まあ、騎士デッキとかさ、まあ、あるわけじゃん。だそこにもさ、まあ、就職できるし、で、まあ、パイオニアだったら、まあ、その副官いるけど、その副官みたいなさ、やつさ、いくらいても困らないと思うから、その追加の副官枠みたいなので、まあ、入ることもその白タン人間問題ないだろうし、で、あとまあ、モダンのさ、人間デッキってさ、マジでさ、すごいマナカツカツの中戦わなきゃいけないから、この誤報1ってね、マジで強いと思うのよ。うん。だってその、なんだろう。あいつ、センチネルのさ、マナも払わなきゃいけないし、まあ、センチネルのマナは払わなくてもいいんだけど、センチネルのマナもあれば、そのサリアの1マナ要求もあって、誤報1もあったらさ、もう何にも行動取れないから、って考えたらね、こいつモダンももしかしたらいけるかもしれないので、まあ、結構今後に期待のカード、ドーマトリの先兵でした。で、次のカード。で、次のカードはジリーナさんですね。まあ、ジリーナさんは、誰だっけあれ、ルーカか。そのルーカの、まあ、恋人なのかな。まあ、結婚してないから、まあ、恋人か、まあ、かわかんないけど。まあ、そんなんで、まあ、2マナ22で戦場出た時にプレイヤー1人対象取って、そのプレイヤーの墓地全追放とすごいな。親父よりもやることが派手だな。親父ってあれ1枚だったよな、確か。ジリーナの親父のさ、なんか、永井一郎みたいなさ、声は知らないけど、声がハマりそうなさ、親父さんいたじゃん。あの人確か出た時に1枚追放だったから、やっぱ娘さんの方がやることが豪快でいいですねっていうので、まあ、結構ここね、S っ気があって俺好きだな。で、こいつを生き捧げることによって、ターンシュルまで俺がコントロールする全ての人間は呪言と破壊不能得ると。はぁ、あ。呪言と破壊不能、あ、結構強いな。人間限定、人間限定か。まあ、2マナ22で墓地帯しつつ、まあ、普通に除去耐性も与えられるっていうので、まあ、こいつも人間デッキにすんなり入るな。なんか、イコリアのなんか人間の強さ異常じゃないか。怪物次元とは思えないぐらい人間が強くて焦るんだけど。いや、マジでなんか、イコリアといい、イニストラードといいさ、人間がやたら強い次元だからね、面白いよな。で、ちなみになんか、イニストラードってね、なんか原作的に言っても、すごい強い次元らしいのよね。なんか、ゴシックホラー調のさ、次元だから、なんか強いやつとか来たらもう全然歯が立たないんじゃないのかなと思ったけど、なんか、原作のその説明がなんかで、なんかイニストラードの人たちめっちゃ強いから、なんかいろんな脅威にも耐えられますみたいので、なんか意外な説明食らっててね、ちょっと面白かったな。で、まあ、次のカード。で、次のカードが、最後がね、なんか人間以外をフォーカスしたカードで、ドラニス遺跡でございます。ドラニス遺跡は、まあ、アンタップインの無色土地で、2マナタップで、このターンに戦場に出た人間じゃないクリーチャーの上にプライチカウンター2個乗っけられるっていうので、まあ、結構土地が持ってる能力としては破格だけど、意外と使いづらい感じがするかな。そう、このターンに出たクリーチャー限定だから、だからクリーチャー出した後さ、まあ、これ含めて3マナとかさ、余ってないから、本当に終盤とかは、まあ、マナフラした状態とかで、まあ、何出しても、まあ、最低でもその3-3ぐらいのサイズになれるっていうのは、まあ、魅力だけど、まあ、そうだな。ちょっと、効果は強いけど、やっぱ、失うテンポがでかいから、どう使うかわかんないけど、まあ、ゲーム長引いた時とかには、もう土地が、ちゃんとそれをね、なんとかしてくれるっていうのは、強みだと思うので、
まあ、ドラニス遺跡いいカードなんじゃないでしょうか。なんか使い道がねあんま思いつかないかな。まあただ適当に入れといて、まあ、マナフラした時とかに、まあ、うまいこといけばいいかなぐらいかな。で次の次元で次の次元がイニストラードでございますね。でイニストラードは、まず1枚目マルコフ男爵3マナ22で召集持ってて、ここに来て突然召集3マナ22召集で反魂で、あなたがコントロールしている全ての吸血鬼がプライチ修正と、でさらにマッドネスもあると。なんか能力マシマシすぎるだろう。まあとりあえず3マナ22のヴァンパイアロードで、でまあその召集あるから一応まあ2ターン目に着陸できるんだよね。そう1ターン目にあの吸血鬼出して、で2ターン目そいつとあの土地でまあ戦場出れるっていうので、まあロードとしてその2ターン目に出てこれるのはかなりでかいので、そうね、なんか意外とあの強そうな感じがするかな。なんかアンコモンだけれども結構活躍させろと言わんばかりの性能な気がする。うん、でまあシンプルだね。まあハンコを持ってて全体にプライチ修正与えるだけなんで、まあそれ以上でもそれ以下でもって感じがするけど、まあ吸血鬼のロードってまあ今単色でいるやつとかはまあ大体重いやつばっかだから、なんかあのイケメンオカマバーとかあの辺しかいないから、まあだからまあロードが増えたっていうので、まあコマンダー的には結構大歓喜なのかな。でまあパイオニアでもさ、まああのサンマのソリン、ケツオソリンとか使ったなんか吸血鬼デッキとか結構みんな考えてるから、そういうところにまああの入れて活躍ありそうだよな。そう吸血鬼ね結構優秀なのはいるから、なんかその部族デッキね組めないのがちょっと残念なんで、まあ、これが結構それを変えてくれたらいいなと思うマルコフ男爵でした。であとその血が出たからさ、血のシナジーが出たからこのマッドネスっていうのも行きやすいので、まあ、今後に期待で、次がシガルだと、計4回目の出演のシガルだかな。一番最初のサギの群れが出て、であの1回月でも出て、であとあれなんだっけ、あのこの間のシンクだっけ、違う、あの真夜中の狩りで出たのかな、真夜中の狩りでも出て、で今回今新しくシガルだっていうので、まあ、4マナ44で飛行を持ってて、あなたがコントロールしている全てのパーマネントは呪文を持つと、ただしこいつは持ってないと、まあ、特権階級内蔵されてるからなかなか強いんじゃないか。であんたがいつでもライブラリの上のカード1枚見てもよくて、でライブラリの上から天使や人間である呪文唱えてもいいと。で人間唱えられるのすごい強いな。人間であのもうマジックにワンサといるから、ライブラリの上からなんかあの特定のカード唱えられる系の中では一番縛りが緩いんじゃないでしょうか。いやというわけで祝福の泉シガルダ、結構過去最強レベルのシガルダなんじゃないかな。その先の群れ以来なんか初めて強いシガルダに会った気がする。うん、そうだね、なんかその特権階級内蔵されてるのとかも普通にあのコマンダーとかで需要ありそうだし、これはねなかなか今後期待のカードだと思いました。なんかマナ拘束緩いのもそこもちょっといいポイントで、次のカードで、次のカードがザルファ。ザルファってどこ、ザルファって次元なのか、テフィリーの故郷で、あれ別にドミナリアにあるわけじゃないのか。でザルファのカード、まあ、さっきニッサとカーンは紹介したので、まず1枚目精霊信者の力でございます。3マナソーサリーで、俺がコントロールしてる伝説のクリーチャーをターゲット取ってる場合は2マナ軽くなると。で俺がコントロールしてるクリーチャー1体と、俺がコントロールしないクリーチャーかプレインズウォーカーをターゲット取って、で前者がそのパワーの2倍分のダメージを後者に与えるっていうので、まああの、まあ、伝説のクリーチャーターゲット取ってたら2倍になったらさ、もう結構弱い伝説のクリーチャーでも何でも殺せるんで、まあその現に横にいるニッサでもその6点ダメージだから、まあこれはかなり強いんじゃないかな。そのクリーチャー3章のダメージ与える系のカードってやっぱりそのクリーチャーがフィズったらさ、もう全部失っちゃうから使いづらいんだけど、まあ1マナで打てたら結構サイドに入れといたりして強いんじゃないでしょうか。まあリミテッドがないからね、なんか普通に構築目線だけで語れるのが結構いいところだな。まあ1マナで打てたらすごい優秀な緑除去だと思いました。で次のカード、で次のカードは道を開けよ。ミドミド X でソーサリーで、 X はこのゲームのプレイヤーの人数より多くできない、なんかもうすごい変な一文だよな。まあだから多人数戦だったりすると、プレイヤーの人数だから俺含めていいんだよな。だからまあ4人で逃走者やったら、まあ X イコール4までできると。で普通にスタンダードだったら俺と対戦相手で、まあ X イコール2までと。で土地カードが X 枚公開されるまでライブラリーめくっていって、でそのめくれた土地カードがタップインで戦場出てくるっていう、もう何が強いねんっていうカードなんだけど、なんだこれ。まあ4マナで、まあ2マナ分ランプできるから、まあよくあるアンコモンとかのその基本土地ランパンが、まあ特殊地形もいけるようになったけど、その代わり何が出てくるかわからないっていうので、まあデメリットもしっかりあるから、なんかよくわからんかな。まあコマンダーとかでその X イコール4で打って、まあ4枚土地が出てくるっていうのがもしかしたら強いかもぐらいなのかな。いやーちょっとこれわかんないね。なんか土地が1枚しか入ってないデッキとかで、まあ無理やり持ってくるとかあるかもしんないけど、なんだろうな、なんかマナレスランプみたいな、もう何をしたいかよくわからないデッキだけど、
そういう使い道があるのかな。ちょっとこれ何とも言えないね。まあ多分普通に弱いカードだと思います。で、次。で、次が、力戦の浸透。4マナのオーラで伝説のクリーチャーにしか貼れないと。デンチャンドしてるクリーチャーは5方、いくつこれ ?5 方2とタップで望む色の組み合わせのマナ5点加えれると。で、そのマナは呪文を唱えるためにしか使えないっていうので、もうこんなん制限でも何でもないからな。そう、マナは呪文を唱えるために基本的にあるから、その起動能力とかには使えないのはわかるけど、まあ、呪文に使えたらもうほぼ縛りでも何でもないので、まあ4マナでクリーチャーに貼っつけて、まあ除去耐性持ちつつ、5マナ万能マナクリっていうので、まあなかなか強そうな気はするかな。だってそのランプ手段としてもいかれてるからね。その4マナ次10マナだから、うん。だから4マナ10マナやばいだろ、いくらなんでも。だからその森の女人像これ、次10マナ裏モグとかできるわけだもんな。いやだからね、これはなかなかイカれたカードの一種なんじゃないかな。まあ、誤報にっていうのも別に適当なクリーチャーに貼っつけてもまあ全然許せるレベルだと思うんで。てかあれか、森の女人像に貼ったら10万のいかないのか。だからまあちょっと貼り先は考えなきゃいけないけど、まあ、結構なランパンができる可能性があるので、まあ、これはちょっとなんかネタっぽいけど意外と強いカードに含まれるんじゃないでしょうか。で、次の次元にプレインズウォーク。で、次の次元はゼンディカーですね。ゼンディカーです。ゼンディカーって言うとナヒリめっちゃ怒ってくるから絶対ゼンディカーって言ってください。で、ゼンディカーのカードは、まあ、さっきキヨラとナヒリ紹介したんで、まずタズリからですね。まあ、タズリは超有名な通称ニエンさんで呼ばれた、なんか2円で買い取りされてたのかな。っていうので、その2円の神話レアっていうので、まあ、一時期すごい話題になったカードだったけど、まあ今回もまあ結構2円さんかな。まあ3マナ3で、俺がコントロールしてる全てのクリーチャーはタップでまあ好きな色マナ出せると。で、その代わり、この起動能力は、起動能力持ちのクリーチャーじゃないと起動できないんだよな。うん。だから他のトークンとかが、まあマナ出せるようになるわけじゃなくて、そのなんかマナクリだとかさ、なんか適当に2マナ払ったらワンドローとか、そういう起動能力持ってるやつしか、この恩恵受けられないと。で、5マナタップ起動で5枚切削して、その切削された中から、マナ能力でない起動能力を持つ全てのクリーチャーをハンドに回収っていうので、なんだろうな、なんかコマンダーとかでコンボデッキする用のカードかな。そう、起動能力持ちガンガン回収できるから、まあそれでなんかヘリオットバリスタとか、なんかそういうことやんのかな。なんかちょっとよくわからんな。まあよくわかんないけど、まあ、前の2円よりかはマシになった感じがするけど、まああと自身が起動能力持ってるから、まあ自身がその自身の常在能力でマナ出せるようにはなってるんで、まあそうだね、まあ3マナ33の伝説のマナクリって考えたら強いんかな。そうだね、まあ2円ではないな。普通にマナクリでまあまあ強いですね。で、次のカード。で、次のカードが無謀な始末。2マナのソーサリーで、ライブラリーからアーティファクトカード1枚探してきてハンドに加えれると。で、その後カード1枚ランダムに捨てんのか。これランダムなの？うわ、最悪じゃん。ギャンブルじゃん。で、これによりアーティファクトカードが捨てられたならば、無謀な結末は各対戦相手にそれぞれ2点のダメージ与えると。2点ダメージいらんから、ちゃんとくれよ。え、2マナでさ、アーティファクト限定のさ、チューターでさ、このデメリット内蔵ってやばくね？うん、だから有名カードギャンブルだよね。だから1マナで何でもサーチしてこれるけど、ランダムディスカードがあるから、もしかしたら捨てちゃうかもよっていう、まあ面白カードのその調整版みたいなんだけど、まあだいぶナーフかかったな。アーティファクトしか持ってこれない。で、そのくせ2マナ。で、まあ一応捨てちゃった時は、まあ2点飛ぶっていうので、なんか申し訳程度のあれがあるけど、いや、これはすごく微妙なカードだな。もうちょっと強くしてくれてもいいのにな。すげえ残念だなと思いました。で、次が、ナヒリの決意。5マナのエンチャントで、俺がコントロールしてる全てのクリーチャー、プラ1、プラ0と速攻を持つと。で、終了ステップ開始に、アーティファクトやクリーチャーのうち、俺がコントロールしているトークンじゃない望む数を追放して、で、次の俺のアップキープにそれが、まあ、戦場を戻ってくるっていうので、まあ、このカードの効果で、速攻とプラ1つくから、まあ、相手のターンに戦場いないことによって、まあ、リセット食らわなかったりもできるし、まあ、優秀なその CIP 持ってるクリーチャーとかが、もう一回戦場出ることによって、まあ、その、なんか、トークン出したりとか、ワンドローしたりみたいなことができるので、まあ、5マナでちょっとヘンテコな能力な感じはするけど、まあ、多分、なかなか強めなカードな気はするかな。まあ、ただ、昨今のそのクリーチャーのやりとりすごい派手だから、この5マナでこれをやる好きっていうのはちょっと考えづらいので、まあなんか面白カードの域を出れないのかもしれないですね。で、次の次元にプレインズウォーク。で、次の次元はテーロスですね。で、テーロスはさっきケイリクス紹介したんで、この横にある神格化ですね。神格化はね、結構ヘンテコなエンチャントで、まあ2マナのエンチャントで出るに際してプレインズウォーカータイプ1個選ぶと。で、あんたがコントロールしているその選ばれたタイプを持つプレインズウォーカーは呪言を得ると。
で、あなたがクリーチャーをコントロールしている限り、その選ばれたタイプのプレインズウォーカーからその中性カウンターが全部なくなる場合は、代わりに1個だけ残して全部取り除くっていうので、まあ、プレインズウォーカー版崇拝みたいな状態だよな。まあ、イラストの通りだな。クリーチャーがいる限り、その選ばれたプレインズウォーカーがまあ死ななくなるっていうので、まあ2マナで軽いからね、ちょっと面白そうな感じはするけど、なんかキャントリップとかついてないと、ちょっとやだな。なんか出てきて、まあ一応戦場にいるプレインズウォーカーか、まあ今後戦場にいるプレインズウォーカーが、まあちょっと無敵感あるようになるけど、いや、そうだな。まあプレインズウォーカーね、そのパンチで落とされなくなったら、まあ物によってはさ、いかれてるやつちょいちょいいると思うんで、まあそう考えたらまあまあありなんかな。神格か、まあプレインズウォーカーこれによってどれぐらい変わるかわかんないのと、まあ今後のセットでプレインズウォーカーが出てこないっていうのが、まあ出てこないとは確定しないけど、まあ多分だいぶ減ると思うので、ちょっとそこの噛み合いが悪いカード、神格化でございました。で、次の次元で、次の次元はタラカラですね。タルキールだな。タルキールはまあさっきナーセットとサルカン紹介したんで、このコラガンの戦争屋を紹介したいですね。で、コラガンの戦争屋は3マナ3に速攻で、アタックするたびにライブラリの上6枚見て、その中からドラゴンカード1枚公開してハンドに加えれると。これすごいな。アタックするだけでドラゴンアドバンテージ回収できるわけじゃん。さすがにこれはね、タルキールへの進行と噛み合わさったら強いんじゃないかな。そう、タルキールへの進行さ、なんかなんだかんだで、まあ裏面が強いのと、まあ最低でもその2マナ2点火力だよねっていうので、まあ今高騰してたりしてるけど、そのドラゴン見せた分だけ火力上がるから、その2マナ4点5点っていう火力になるって考えたら、結構そのそっちができるんだったらすごい強いカードだと思うんで、なんかこの辺のコラガンの戦争屋とかと合わせて火力伸びそうだったら、今後なんかもっとそのタルキールの進行は価値増えそうなんで、ちょっとこれ見てなんかタルキールの進行なんか集めてもいいかなとは個人的に思ったかな。そう、6枚だって見れるんだもんな。かなりの確率でアドバンテージ入れるから、普通に強そうだな。で、次のカード。で、次の次元は、ストリクスヘイブンで、で、ストリクスヘイブンからは、プラーグとナサーリでございますね。青赤の、あれかな、青赤の教授と赤白の教授だったかな。で、まあ、5マナ5を読んで、俺のアップキープ開始に各プレイヤーそれぞれ土地じゃないカードがめくれるまでライブラリー追放していくと。で、対戦相手1人は、これにより追放されていて土地でないカード1枚を選ぶ。で、あなたはこれにより追放されていて選ばれなかったカードの中から呪文最大2つをマナコストし選ぶことなく唱えてもよいと。あ、なるほどね。そうか、だから多人数戦だった時は恩恵でかいけど、これ対マンだったら、その、1個しか唱えらんないのか。だからお互いライブラリやって、で、その後対戦相手が、その唱えられたくないカード1枚を選んで、で、それ以外が、まあ、唱えられるっていうので、まあ4人対戦とかだったら、まあ、結構なんかテンポもアドバンテージも得られそうだし、まあ、伝説だしっていうので良さそうだけど、まあ、対マンだったらかなり微妙かな。まあ、一応5マナーで出てくるから結構早いとこ戦場出るけど、まあ、相手からして、まあ、一番唱えられたくない方が止まっちゃうから結構そこが弱いかな。で、もう一個が校内の階層で5マナーのソーサリーで、あなたの墓地にありアーティファクトやエンチャントであるカード1枚を対象としてそれを戦場戻す。で、あなたのライブラリの上のカード2枚追放して次の俺のターン終了時までそれらが使えるっていう、まあ、ドアドカードだな。5マナで墓地からアーティファクトエンチャンリアに加えて、まあ、疑似2ドローっていうので、すごいね。5マナで釣ってきて2枚カード使えるだから、そう、釣るものがアーティファクトエンチャントって限られているけど、まあ、なんか往診の贈り物じゃないけど、なんかそういう強い系のものを落として釣ってきたら、まあでも大体その手のさ、なんか強いもの釣る系ってさ、もうそれでゲーム終わるようにセッティングされてると思うからね、この2枚とか結構オーバーキルなんだよな。いやー、だからちょっと強そうかなと思ったけど、まあなんかコマンダー寄りのカードになるのかな。やっぱ対マンだったらなんかこの2枚分のアドバンテージじゃなくてもさ、勝てるように設計するのが、まあデッキだと思うから、ちょっといいなと思ったけど、まあ微妙なカードかもしれない。で、次の次元。で、次の次元はラブニカですね。ラブニカは、思考のもの2部ミゼットっていうので、まあミゼット様が最短にさらに最短しましたね。これね、まあ5色固定の、まあ5号で飛行で単色からの呪言と、すごいな、単色からの呪言はかなり強いね。その、よくさ、プロテクションはマルチみたいなのあるけど、マルチはね、あんまいないから、その強くないんだけどさ、単色のカードって、まあマジックのカード大半は単色だから、単色からの呪言はね、相当呪言ですね。てかもうほぼ呪言だな。で、飛行持ってるから、まあ、ちゃんと回避能力もありつつ、まあ、除去耐性もあると。で、それに加えて、まあ、二部ミゼット様ね、まあ、もともとはイゼットカラーの、その、君主だったから、ちゃんとそのイゼットの能力である再活を持ってると。墓地にありちょうど2色のインスタントがソーサリーが全部再活持つっていうので、まあ、イゼットの民たちはさ、ちゃんと二部ミゼット様、イゼットのこと忘れてなかったんだっていうので、結構感動したんじゃないかな。うん。
ただあの2色のインスタントソーサリー限定だから、まあ、こっちはちょっとあの制限がきつめにかかってるんじゃないでしょうか。まあでも2色これさ結構普通の今の護身2部とかに入れてただ強だから、その護身2部って2色のカードだらけだからさ、これはね、まあ、護身2部がどれぐらい強いかっていうのは置いておいても、護身2部単純強化カードなんで、そうだね、なかなか嬉しいカードなんじゃないかな。うん、もう入らない理由はないもんな。絶対1枚は突っ込むだろうから、これは良さげだな。で、左にあるなんか浄土からの生命っぽいカードはもう全然ないか、関係ないカードで、地底外の激動と。3万のソーサリーで出根っていう、なんかゴルガリのあの最強滑り能力出根を持ってて、まあ俺がコントロールしてる望む数のクリーチャーの上にプライチカウンター X 個割り振れると。で、X はその出根っていうその墓地のクリーチャーの数参照なんで、まあめちゃめちゃ弱いですね。運悪かったら全然その X イコール1とか2とか、もうなんなら0すらもあり得るから、なんかなんだろう、リミテッドがないセットに誕生したカードとは思えないぐらい微妙なんじゃないかな。で、まあ一応そのプライチカウンター乗っかったやつらは警戒入れるっていうので、これトランプルだったらなんかまだ違ったかもしれないけど、なぜ警戒なんだろうな。まあ微妙なハンコモンじゃないかな。まあ2部ミゼットの方は結構期待できるカードですね。で、次の次元。で、次の次元はカルドハイムですね。で、カルドハイムはアーニーがまた頭に1本刺さってて。これ抜けないのかな？なんか前もさ、角刺さっててさ、なんか世紀末リーダー伝たけしみたいだねって言ってたけど、なんかさらにでかい角刺さってて、で、これしかもファイレクシア製じゃん。こいつ大丈夫なんか？ファイレクシアの角刺さってるけど。まあ、3マナ33で、あなたがコントロールしてるクリーチャー1体がアタックするか、クリーチャー1体がアタック状態で戦場出るたびに2マナ払ってもいいっていうので、これ結構変わった誘発ですね。アタック状態ってさ、今までアタック誘発起きなかったけど、アタック状態で出てもアタック誘発が起きるっていう、これなんかマジックのさ、初心者のさ、ルール間違いで、まあ、最も起きやすい やつなんだよね。その、パルヘリオンとかでさ、天使がアタック状態出るのをさ、アタックするたびにカウントするかとか、だそういうのがさ、よく起きるから、なんかもうアーニーもめんどくせえから、アタック状態のやつも誘発させちゃえっていうので、なんかちょっとやっつけっぽいのが俺好きだな。で、まあそれがするたびに2マナ払ってもらえと。で、2マナ払った場合は、そのアタッククリーチャーよりもちっちゃいマナコストのカードをアタック状態で戦場出せるっていうので、で、それでもまた誘発するから、まあ一応ループするのかな。うん。だでっかいやつが殴る、2マナ払う、それよりちっこいやつが、まあ殴った状態出る、また2マナ払う、出てくるっていうので、なんかヘンテコなカードだけど、なんかちょっと挙動が面白いから、なんかコマンダーとかで楽しいことできるのかな。まあ一応踏み倒し系カードなんで、そうね、デッキビルドする人にはなかなか、なんか面白いカードが来たんじゃないでしょうか。で、次のカードで、次のカードは正解の祭壇。これね、かなり強めのカードで、なんか3マナインスタントで墓地にあるパーマネント1枚を対象として、3マナ以下だったら戦場出せると。で、そうじゃない場合は手札に加えると。で、それにプラス3点ゲインがついてるから、まあ、墓地からパーマネント回収しつつゲインができるっていう挙動で、で、しかも3マナ以下は戦場出るんで、まあ、パイオニアのアブザンパルヘリオンとかは、単純に投入するんじゃないかな。まあ、これによってその墓地にいる死が釣ってきて、で、まあ、アブザンパルヘリオン決めてもいいし、で、まあ、そうじゃないプランで、まあ、普通になんだろうな、なんかパルヘリオン自体を、まあ、回収することがあるかどうか知らないけど、まあ、手札に回収してもいいし、一応3点ゲインっていうのが、やっぱコンボデッキからしたらすごい染みるゲインなんで、普通に強いカードなんじゃないかな。ちょっと重いリアニな感じはするけど、まあ、それでも、なんだろう、なんか、びっくりコンボができる枠っていうか、シガが出てきた時に、なんか向こうがさ、その除去とか打ってくるのをスカスカのごとく、エンド前にシガ出てきますみたいなので、なんかそこで相手にさ、アクション要求したりができるから、正解の最短、なかなかアブザンパレイリオン強化されるんじゃないの？ちょっと重いから使わないっていう意見あるかもしんないけど。で、次のカード。で、次のカードは勝利した死者の共演。2マナのエンチャントで終了ステップ開始に、このターンに1体以上のクリーチャーが死亡していた場合は、その数に等しいライフを得て、で、その数に等しいプライチカウンターを、望むように割り振って乗っけられんの？ああ、だからその死んだ数だけ、プライチカウンターが毎ターン乗る。で、しかも原因もできる。これだからトークンとか死にまくったらまあ大変な事態なんで、まあそうだね、まあ白黒っていうので比較的トークンカラーではあるから、なんか面白コンボ組めそうだけど、まあちょっとこのカード自体になんかアドバンテージが得れるところとかないから、まあ多分面白コンボ止まりなんかな。まあ複数枚出てもね、ちゃんと複数誘発するから、なんか強そうな弱そうななんか微妙なカード、勝利した死者の共演でした。で次、で次タイバーだからこれさっき紹介したな。で、カルドハイムは以上なんで、次の次元にプレインズウォーク。で、次の次元は俺が大好きなニューカーペナですね。ニューカーペナマジで俺一番好きだな。
なんか今までマジックで好きな次元ランキング相当上位にテイロスあったけど、完全にテイロスよりも好きだな。でまあニューカペナはそのなんかギャングとかをテーマにした次元で、結構ねマジックっぽくないんだよな。なんかもう普通になんかアメリカっぽいっていう、その70年代とかのアメリカっぽいっていう、なんかすごい変な次元なんだけど、まああの結構かっこいいんだよね。だからそのいろんなギャングとかマフィアとかがはびこりまくってて、なんかその禁酒法の時代みたいなさ、もうマジックと一切関係なさそうななんかあの感じのがねちらついてて、俺すごい好きですね。でまあオブニクシリスはさっき紹介したんで、まあ、まずは大都市の改革化、3723で飛行警戒で俺が呪言を得ると、でこいつがダメージを受けるたびにあなたはその点数に等しいライフを得るっていうので、まあなかなか鬱陶しいね。あのしかもこれ反抗はないか、反抗はないけど、まあ倒しきれなかったら原因されちゃうから、まあ、倒せないけどなんとなくアタックみたいなのができないので、マグロ系デッキはアタック止まるし、まあ、警戒飛行だからさ、まあ、殴りつつブロックにもいけるんで、なかなか強めなカードではあるかな。でこれを除去しようと思ってもその火力打ったら回復されちゃうから、なんか赤タンとかは相当きっついカードなんじゃないかな。なんかパイオニアのなんかサイドプランとしてはなかなか強そうなカードなんで、ちょっと今後の活躍に期待。で次のカードが都市回収、6マナソーサリーで土地1個対象を取って、でその土地が警戒威迫を持った33のクリーチャーであることを除いてその土地のコピーになれると。まあだからその土地であり33であり警戒威迫を持ったコピーが3つ誕生するんだろう。ああなかなか強いな。待って6マナでだって一応9点分のクロックであの回避能力を持ってるから、でその土地がさなんかあの強めな土地だったりするとまた話変わってくるからさ、まあでもちょっとネタっぽいけど、でも土地をターゲットに取るからフィズることもないんで、なかなか強そうかな。まあ一応廃墟の地とかで割られたらあれだけど、まあ、廃墟の地とか、まあ、一応相手の戦場を見てればさ分かるから普通に強いカードな気はしないな。うん、ちょっとあのやっぱり挙動として微妙な感じがしました。で次のカード、で次のカードが街角の料理人6個、6個さんあの出世してレアのカードになりましたね。でまあナヤカラーの3724で、俺の終了ステップ開始に各プレイヤーはライブラリの上のカードを追放して、次の俺の終了ステップまで各プレイヤーは、その追放されてるカードを使えるっていうので、なんかみんなで疑似ドローなんで結構ここは弱そうなんだけど、プレイヤーが追放領域から土地をプレイするか、呪文を唱えるたびにクリーチャー1体対象を取ってプライチカウンターを乗っけて食べ物トークン出てくるっていうので、だから相手がそのアドバンテージ得てもその使ったらこっちにあのプライチカウンターと宝物が出てくるから、食べ物か出てくるからね、まあ怠慢で使ってもなかなかあの駆け引きになるんじゃないかな。アドバンテージやるけど使ったらこっちでかくなるぞっていう、でまあ結果自分しかあの事実上アドバンテージ得ないみたいな状態にもなると思うんで、まあちょっと使ってみないとどういう挙動するか分かんないけど、まあ3マナ24が持ってる能力としては相当強いんじゃないかな。まあ、そんな気がするカード6個さんでした。で次のカード、で次のカードは神川の次元からで、で神川のカードまず1枚目こちら、大井隠し3マナインスタントで対戦相手1人対象を取って、でそのプレイヤーは自分がコントロールしているクリーチャーやプリンズウォーカーの中で最大のマナ総量を持つ1個を追放するっていうので、まあ、でかいやつサクレ系のカードの足だわな。サクレじゃなくてその追放が要求されるから、まああのまあ挙動として単純に上位互換だよね。その死亡誘発とかも起こさずに消せるので、まあ覆い隠し、まあ重いけどな。この布告系除去ってさ、やっぱり相手がさカードを選ぶ関係上、そのなんかせわしなく動きながら他にクリーチャー展開されないようにして打っていかないと腐っちゃうから、3はね結構重いんだけど、まあどうだろう、スタンダード的にはありなのかな。なんか他フォーマット的にはその3マナの布告の段階でも結構ダメだと思うから、ちょそれがどうなるか気になるカードでした。でもう一個のカードが、死ならしの鬼7マナ54で瞬速持ってて、これのマナコストが、このターンに死んだクリーチャー分だけ2マナ軽くなると、だから3体死んでたら1マナ54で出てくると、でこれが戦場出た時にこのターンにダメージを受けてたらこれでない全てのクリーチャーを破壊するっていう誘発があるから、まあだからあの相手のアタックに対して、まあ、ブロックブロックブロックみたいので、そのチャンプブロックしまくってそいつらが全員死んでもそのブロックされた対戦相手のクリーチャー全部死ぬから、まあそういうあのコンバットトリックもできるので、できればリミテで使いたかったね。この挙動はねリミテだったらめちゃめちゃ面白そうだから、うわなんかめっちゃあのなんかシナラショーに出てきそうじゃない、あの黒1マナでシナラショーに出てくるじゃんみたいな、そういうのとかねありそうなんで、だこの挙動があのちょっとリミテで使えないのは残念だけど、まあ構築でもまあ2マナ軽くなるは結構でかいからね。ああまあラスゴ打った後とかに1マナで飛んでくるっていう動きだけでも強そうだから、
まあ、ただ最近のラスボ追放だからね、死んでないのがちょっと気がかりだけど、うん、まあ自分のクリーチャーじゃなくても誘発するから、まあサクリファイス系のデッキに突然フィュンって出てきたりとか、そういうのもできそうなカードだと思いました。で次が月の光栄なし、まあ、なしさんがスルタイカラーで登場と。なしさん前あれだよな、黒単色だったよなっていうので、あのまあタミオ死んだのかな、なんかタミオが死んでそのタミオの2色分を引き継いだみたいな、そんなイメージなのかもしれない。なんかあのいろんなプレーンゾーカーが生きてる、なんかタミオだけ死んだの、なんかそうなん、悲しすぎないか。まあとりあえず3マナ3-4で威迫誤報1とちっちゃい誤報で、これがアタックするために墓地にありネズミや伝説であるカードを1個対象取って、でそれを追放してコピーすると。でそのコピーを唱えてもいいけどマナを払わなきゃいけないと。まあなるほどね、アタック誘発で、まあ、伝説かネズミの呪文が唱えられると。でコピーだけど、まあ、パーマネントの場合は、トークンがとして出てくるから、まあ、生き物でも唱えられるし、まあ、普通にあのスペルでも唱えられると、うん、でどうなんだろうな、なんかあの絶妙に微妙な仕上がりなんじゃないでしょうか。月の光栄なしさんでした。で次のカード、で次のカードは、カラデシュから、母ちゃんナラーことピアナラーですね。まあ、ピアナラーはあの有名チャンドラナラーのお母ちゃんで、まあ、結構強いね。過去あの父ちゃんと母ちゃんで登場したのと母ちゃんだけで登場したのがあるけど、まあ、母ちゃんだけでも強かったし父ちゃんと母ちゃんでも強かったから、あの奈良夫妻は今んとこ滑ってないね。で今回のこのあの奈良ご婦人は、ボロスカラー2マナ23で、俺がコントロールしてる全ての飛行機械は速攻持つと。で追放領域から土地をプレイするか、追放領域から呪文となるために飛行の一時機械が出てくると。これ超強いなこれすごいなこれ。まあ、2マナ23でさ、もう1回でもさ、なんだろう、その表現の反復的なのから土地出したりさ、呪文打ったりするだけで、ドアドじゃん。表現の反復からランドを置いて、なんか1マナのスペルとか唱えようもんだったら、もうその段階でもうやめたくなりますよ、じゃん。これすごいね。もう、確実に強いことが保証されてんだけど、てか、今までで一番強いあの、奈良ご婦人な気がするの。いや、だからスタンダードで使っても、あの、なんか連の決意とかでさ、まあ、2枚追放して、でランドセットスペル打ちとかでもいいわけだから、これはすごいね。であの追放領域からさカード唱えるカードをセットするはさめちゃめちゃあるんで、もうただただ強いカードという認識でいいんじゃないでしょうか。で次のカードで、次はイクサランの次元からで、でいろんな恐竜が出てきてますね。なんかイクサランのカード遠目で見ててもなんかそのちょっと子供向きっていうか、なんかワクワクするテイストでいいですね。で1枚目が遭遇つなぎの短角獣、4マナ25で警戒持ってて、プレイヤーに戦闘ダメージ与えるたびに墓地にありアーティファクトやエンチャントであるカード1枚を戦場戻すと。すごっ、マジで4マナ25で打点入っただけでさ、なんかあのファイレクシアへの門とか出てくるわけでしょ。とんでもない恐竜なんだけど、すごいなこれ。なんか制限とかないんすか、戦場出ちゃう4マナ25で。うわ、なんかそのスタッツ以外は全部ぶっ壊れてるね。なんかスタッツだけがなんかダメージあの通そうとしないスタッツだけど、まあでも2号警戒だから、まあ、脳死でアタックしてもいいのか。うん、その打ち取られないから、まあ、他のやつの打点通すために、まあ、一緒に殴るけど、まあ、ここは止まるだろうなみたいな。あ、これはなかなか良さそうじゃないかな。なんかちょっとコンボチックな能力には見えるけど、別にあのその釣り先とかさ適当でも殴らせる価値ありそうだから。だって戦場出るんだろこれ普通に強いカードなんじゃないでしょうか。で、次、ロカですね。なんか一瞬カウンターかなと思う。そう、あの、マジック好きだったら一瞬でカウンターだろって身構えるマナコストなんだけど、まあカウンターじゃないと。クリーチャーでも土地でもない全てのパーマネントをオーナーの手札に戻すっていうので、どうだろうな、これ。なんか今までにない挙動だから強そうな弱そうなだよな。だってクリーチャーは絶対戻らないわけでしょ。うん。そうだね。3マナで、まああれか、その平和な心とか、まあ、置物とかが一斉に戻るって考えたら、まあ、コマンダーとかだったら強いのかな。ちょっとあの及ぼす効果がでかい割にちょっと経験がなさすぎて何とも言えないけど、まあ、コマンダーだったらまあとりあえず強いんじゃないかな。ロカでございました。で次はレアの恐竜で温厚な火だぜ。3マナ33で戦場出た時にミドマナを最大3回まで払ってもいいと。だまあ出た時の誘発で払うと。で、あんたがこのコストを1回以上支払った場合以下から、その回数分だけモードを選ぶと。だから3モードあるけど、そのモードって基本的に重複して選べないから、なんか何かが起きるたびに3個から1個選べますだったらいいんだけど、この同時に選べっていう時は重複は基本できないので、だから3マナまでしか基本的に払えなくて、まあ、最大払った場合は、6マナ33でアーティファクトエンチャー1個破壊と、
プレイヤーが、墓地全追放するのと4点ゲインするっていうので、まあ、なんかマルチに戦えるけど結構地味っちゃ地味だな。うん、4マナ3、3ディッチャぐらいがなんか現実的な挙動な気がするな。まあ終盤一応、なんかでかくなるはね、能力に入れといてほしかったな。なんかもう一モード入れておいて、なんかそのプライチカウンターが2個乗るとかあったらよかったけど、そのサイズがもう絶対固定なのが、なんか微妙さをすごい物語ってる感じがしました。で、次。で、次はあのアーティファクトのカードで黄金作りの飛竜機械。2マナ1、3で飛行反魂であなたがコントロールする全ての伝説のパーマネントは誤報に持つと。なんか変な能力。伝説のパーマネントは誤報に、このドラゴンが、どういう関係性があるかわかんないけど、まあ2マナ1、3飛行反魂で、まあエスパーレジェンズとかに入れたらちょっと強いのかな。エスパーレジェンズに入れたらもうみんな誤報にだから、もう大変なことになる。ただあのこいつが出る2マナ目があまりにも残念な気がするけど、まあ後続のシェオルとかさ、誤報にでやってきたらさ、今まであのナヒリの戦争術で焼けたじゃんみたいなアカタンがもう絶命するから、ちょっとあれなのかもしれないけど、まあ分からんカードだな。で、次のカード。あ、で終わりか。というわけで、まあ、あの各種次元のカードは以上で、で、最後に、まあ、今回のプロモカード2種類の紹介ですね。まあ、ボックスを買った時の特典として、まあ、ザルファーの声、ジョルレイルさんがついてくると。で、このジョルレイルは、4マナ33で、俺のターンの戦闘開始に土地1個対象を取って、で、それが XX の飛行持ちのクリーチャーになると。で、あの、X は俺の手札の枚数に等しいから、あの、0だったら土地死んじゃうんだよね。なんか緑のカードにしては珍しく、なんかちょっとしたプレイミスをこの咎めるデザイン怖いよな。で、俺がコントロールしてる土地クリーチャーが、プレイヤーに戦闘ダメージ与えるためにワンドローっていう、まあ、その笠先能力与えるんで、まあ、毎ターン土地を殴らしてアドバンテージ稼ぐのもいいし、まあ、そのミシュランみたいなのを殴っても強いしっていうので、まあ、そうね、こいつはあのボックス購入特典でしかもらえないと思うから、まあ、多分コレブーではまあ出てくると思うんだけど、そう、この手のさ、プロモカードは大体あの、コレブで出るから、まあ、本当にボックス買わないともらえないかっていうと、まあ、微妙なところだけど、まあ、多分、その通常のエピローグブースターからは出ないと思うから、まあ、欲しいなって思った方は、まあ、ボックスを購入して、まあ、これごとね、ゲットしちゃおうっていう、まあ、そういう作戦でございますと。で、もう一個のカードが、なんか火のなんとかっていう、ちょっと英語名しかないんだけど、あの、バンドルカウントついてくるプロモで、3マナのエンチャントで、戦場出た時にとりあえずワンドローのキャントリップがあると。で、その後、戦場にいるあの全てのプレインズウォーカーが能力全部失って、その中性値カウンターのサイズのクリーチャーになるっていうので、なんだろうな、これ何が目的なんだろうな、そのプレインズウォーカーを除去するカードとしては、結構その後残った、クリーチャー化したプレインズウォーカーじゃなくて、そう、プレインズウォーカー、脅威だし、で、自らのプレインズウォーカーをクリーチャー化させるんだったら、もう弱体化してるしっていうので、なんかまあそのよっぽどプリンゾーカーがいっぱい並ぶデッキだったら、まあこれ1枚である程度制圧にはなるけど、なんかちょっとまあ微妙なカードなんじゃないかな。まあキャントリップついてるとはいえ、ちょっと3マナ重すぎるんじゃないかな。2とかだったらさ、いいかなと思うけど、やっぱ普通にその残ったもの十分脅威だと思うから、なんかなんとも言えないプロモだなと思いました。まあジョルレールの方はね、結構綺麗だし、まあ、もしかしたら強いかもしれないので、まあこっちなんかはなかなかいいプロモなんじゃないかな。はい、というわけでね、ミネアポリス出発、もう10時間切ってるな、余裕でもそうだね、もうあと8時間とかで出発しなきゃいけない中、まあ取った機械兵団の進軍決戦の後にいかがだったでしょうか。まあ個人的にはね、結構今回のその機械兵団の進軍決戦の後には、まあさっきも言ったけど、コマンダーのカードが入ってないっていうので、まあコマンダーを否定してるわけじゃなくて、コマンダーのカードがさ、まあコレブーとかセトブとかにさ、山ほど詰め込まれてるとさ、結局なんかいっぱい買ってもさ、なんかこの部分なんか他にできただろうって思っちゃうから、それがないっていうので、まあパック買うの好きな人とかにとっては、まあいい商品なんじゃないかな。そう、ワンボックスとか買う上では、全然ね、なんか考えなしに購入に至っていいと思うのと、あと今日紹介したカードだけじゃなくて、今日紹介したカード全部にショーケースバージョンが存在してるので、そう、確か全部にショーケースバージョンあるんだよな。その各種次元のご当地ショーケースに加えて、まあ旧枠だったりエッチングだったりとかいろいろあるから、まあいろいろとね、なんだろう、なんか普段のセット買ってて、これは買わないっていう風にはならないとは思う商品にはなってると思ったんで、まあ個人的にはね、おすすめではあります。というわけでね、以上機械兵団の進軍決戦の後にの新カード紹介でした。いかがだったでしょうか。で、まあこの機械兵団の進軍決戦の後にはね、まあ帰国後5月12日に発売すると思うので、まあそのタイミングにまあ動画撮って、またボックス開封動画投稿しますので、気になるなっていう方はぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。で、私今からミネアポリス行ってまいります。決戦に行くぞー。
前回に引き続き今回もミネアポリスの旅有料記事販売いたします。すごい、まだ上がって、ここでしか見られない限定動画多数、ミネアポリスへの進行ラガバンとプロツアー、ノートにて絶賛発売中、みんな買ってね。